先週は私の留守のニュージーランド派遣の留守の礼拝が守られましたこと、英語礼拝が守られましたこと、感謝しております、はい、前田牧師に素晴らしいですね、御用がなされたということを聞き大変感謝をしております、はい、前田牧師は6人の子供のお父さんですね、はい、奥様の2人で昔は、はい、精神病院のタイプも入っていた重度の精神病患者さんが、はい、病院で結婚したんですかね、はい、そして退院したということですね、はい、そしてまた結婚してはいけませんよとかね、お医者さんに言われたり、また子供を作ってはいけませんよといろんなこと言われて、それでは逆らってね、はい、そして、こんにちは、その息子さんは神戸の教会の牧師さんになっております、はい、子供さんたちは大変、お父さん、お母さん、お父さんですかね、見て、賛美の素晴らしい器になっておりますということで、はい、兄弟のご用がなされて不思議だなと思いますが、感謝をしております、はい、今日はこの御声新聞ができて、はい、先だって、はい、派遣されたニュージーランド派遣報告もできましたのでね、10月13日の、はい、聖女から流れている水ミッションから9月24、30日の日程で初めてニュージーランドに宣教チームが、7人が派遣され、今後の働きのために示された各地での神の言葉を置き、聖会、集会を持ち、使徒団、使徒、イエス様の弟子たち、使徒ですね、12使徒、使徒団の協力などが進んだチームとなったと。現地の、はい、教会が不思議なことに使徒的な教会であったわけですね。その人たちと交わりを持ちました。牧師が集会のあと2人、ね、来てくれました、はい、この地にいたユタ兄弟の、これは橋渡してね、来てくださいました、はい、最初に訪れた南の島のクライストチャーチでは、町の中心地にある大聖堂、はい、これはアングリカンチャーチ、いわゆる聖公会ですね、はい、聖公会の大聖堂、それからゴンドラ山という山の山頂の駅、エイボン川、ハグレー公園、ビクトリア公園で礼拝をし、神の言葉が置かれました。神の言葉を置くっていうのは、そこで神様を賛美して、そして、祈り、そして、何ですかね、はい、詩篇の24編、それからイザヤ書の6章の聖なる聖なる聖なる万軍の主、黙示録の4章8節の聖なるから聖なるから聖なるから神であられし万物の支配し、昔まし常にまして後に来られた、はい、これを3回ずつ唱えて詩篇の24編を朗読し、はい、そして今回は特別詩篇の1編、23編、24編、46編、そして詩篇の117編、そして詩篇の117編、そして詩篇の150編、詩篇の150編、もう一つ、はい、7つの詩篇を、はい、これを、はい、歌うということで、まあ、この彼らのグループの賛美歌手に7つの詩篇が歌うような、ね、歌なの、はい、曲をメロディー、曲をつける、はい、これを歌うことによって、はい、この私たちは詩篇の24篇を歌っておりましたけどね、うん、歌うことによってこの聖霊悪霊の壁、はい、神様の働きを妨げる壁、霊的な壁が打ち砕かれるということで7篇、はい、それを、うん、歌うということ、はい、私たちはその24編だけ歌っております。チームが宿泊したホテルは大聖堂から歩いて1分、2011年クライストチャーチの地震の被害が甚大だった、立ち入り禁止区域レッドゾーンといいますけど、その中にあり、昨年9月に営業を再開したばかり、礼拝には教会員からインターネットで連絡を受けたという友人の夫婦が2人ね、夫婦で参加しました夜、はい、マレーシアのクリスチャンの方の案内で現地の夫婦が2人で参加しました。
彼らの所属する教会もレッドゾーンにあり、地震との関わりや日本とニュージーランドの特別な関わり関係が示されました。続いて北の島オークランドにおいては南半球一の高さを誇るスカイタワーの最上階に登り、今度はマウントイーデンという山に行き、ワンプルーヒルというこのまた山に行き、ドメインというところの公園で神のことが起き、主の勝利が表されました。初めての主日主の日の日曜礼拝では、主の十字架クリスチャンセンター東京アンティオク教会パウル秋元牧師が吉明一章1から3節から、ヨシアにはカナンの地を与えるという神の約束が与えられていたが、神に聞き従って足を踏み込んだ時に与えられたこと、それは後に続く神の大いなる計画の成就実現につながったことが語られました。またオークランドの礼拝には、ここから我らの関係ですね、ベニヤミン中野牧師、盛岡聖戦教会の協力奉仕者であったニュージーランド人男性、これユタ教会ですね、が連日参加しました、はい、ユタさんは、はい、オークランドで、全ての礼拝集会に参加してください。また友人をまた連れてきたり、牧師たちを誘ったり、私たちをあの料理店に招待したり、いろんなことを、ね、来てくださって大変感謝します。神の言葉に従って20年間続けている盛岡聖戦キリスト教会の英語礼拝のメンバーが海外の自国へ帰国してから、自分の国へ帰ってから宣教師や牧師となって大きく用いられており、五大陸に人々を使うという神の言葉の成就と栄光が表されているということで、こういう方法をね、いただいて、本当に、ね、感謝をしております。ということで、はい、主に栄光を期したいと思います。まあ、パウロ牧師も語っておられてくださって、大変感謝しましたが、はい、まあ、日本の教会では、こういう地方の田舎の教会、地方の教会はね、海外選挙をやるっていうことはまずないわけです。はい、どうしてやったかというと、33年、34年前に、はい、イザヤ書の33章の17節、あなたの目は麗しい、様になる王を見、遠く広がった国を見るというその言葉によって、10年計画、20年計画、30年目、そして今40年目の4年目に当たっておりますけどね、このイザヤの33の17の、はい、御言葉、はい、中野牧師の教会、聖戦の教会がこうして今、あの前回のオーストラリアでもそうでした、はい、去年の12月オーストラリアに行った時は、はい、ニコラス兄弟と奥さん、このご夫婦は、ね、奥さんはロシア人です、はい、ノボリビルスクと言いましたかね、その非常に寒い地の奥さんであり、その人とオーストラリア人ニコラス兄弟結婚したわけです。で、2人がどうして結婚したかというと、この奥さんは、はい、ロシアにいるユダヤ人を国に返すその働きをする、はい、姉妹であったわけですね。その人と結婚したということで、ニコラス兄弟アーニャさんと私たち、そしてこのパール牧師たちと交わりの時を持ちました。そしてまた道が開かれたらロシアのあの座方のところに行きたいと、ね、奥さんのふるさとの教会に行きたいということをおっしゃっておりました、はい、それから今度は、はい、その次の日は今度は北の空路、はい、この教会の、はい、宣教地になっておりますカトリン・ブライアンたちの、はい、そこ行って、集会をし、霊の戦いをし、神の言葉を置くということをやりました、はい、このカトリン・ブライアンたちもここから派遣されていきました、はい、それが、はい、去年、はい、そして今年の4月、4月は、まあ、メルボルン、シドニーで彼らは関係ありませんでした。はい、その前はあのフィリピンですね。フィリピンでニーファさん、ヤハバさんたちが、はい、この主の十字架の、はい、集会にやってきて、そして通訳をしたり講師をして、はい、協力してくださったということで、こういう不思議なことに、ね、私たちのこの田舎の教会があの主の十字架 の群れの関係者がいないようなところで、はい、その働き協力をしてくださるという不思議な出来事、それは神の言葉によるんだということをあの牧師さんが語っておられました。神の言葉はやっぱり成就するんだと、時が来た時に実現するんだということで、
それをここにまた記してくださったわけですね、はい、今世界に、私たちのこの英語礼拝から出た歌たちがアフリカ、はい、このケニアにスタンナさんがおります、はい、そしてザンビアにはカリンさん、チャマ君の親子が今度は、結婚をして母さんがね、子連れ結婚ですね、はい、そして牧師の奥さんになって教会の婦人牧師になっているわけですね、はい、そして今度は、ナイジェリア、はい、クリス兄弟、マサミさん、はい、これが、現地の教会の牧師になったわけですね、はい、そしてご用意してまた実業のお仕事もして日本にもいろんなものを買いに来て、はい、そして現地で売っておりますけどね、はい、牧師でありまた実業家でもあるというこのクリス兄弟、あと、ね、アメリカに行きました、はい、イサベス・クリスタンたちは、はい、大学の今度は助教授になって新しい地で、はい、ご用意しておりますけれども、彼らはやはり伝道者牧師になったということなんですね、はい、ということで世界に来ております、はい、兄弟姉妹たちが、はい、教会のこの柱になるような、はい、ご用意しておってくださる、このところにいた時も、はい、午後の礼拝、3人の人が20分ずつ説教するということでやっておったわけですけれども、はい、それが今日こういうふうに用いられておるということをね、非常に感謝をしております。ということで、はい、ニュージーランド何のために行ったかというと、はい、あなた方は全世界に出て行って私の福音を伝えなさいというイエス様の、はい、宣教命令ですね。マタイ伝28章、マルコ伝の16章、はい、そしてルカ伝の24章に記されております、はい、その言葉を、はい、もちろんクリスチャン誰でも知っておるんですけれども、はい、自分への自分の教会への神様の命令語りかけとして捉えて信仰を持ってそれに従っておるというところにこの主の十字架の群れがあり、また私たちも、はい、その御言葉を信じて、最初は海外に、この、ね、派遣されるという現地へいろんな国へ行ってそこでお祈りしたり集会を持つという、それですぐ1週間経つか経たないうちに帰ってきますけどね、長期宣教師ではないんですけど、はい、それをやる、はい、そしてまたいろんな地に、はい、宣教師を派遣されてとどまる方々もいるわけです。その数がだん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 増えてきたわけですね、はい、ということで、はい、この神の命令、神様の世界宣教の命令に従ったこの歩みだということを覚えていただきたいと思います、はい、自分たちの教会はその自分の教会を、ね、大きくするのが精一杯だというふうに誰でも考えるわけですけどもね、はい、同時に世界に神様の国を伝えると、うん、いうことをイエス様おっしゃっておりますのでね、はい、それを実行して今日に至って、はい、こうしてだんだん実を結んできたと。今午後の英語礼拝は、ブルース兄弟とそれからナトウヤさんというこの、何ですか、ウサイン・ボルトの国、ジャマイカ、はい、ジャマイカですね、ジャマイカ人とアメリカ人2人と、そして最近見えていない、このなんだ、オーストラリア人、サイモン、ね、サイモン兄弟、はい、そんなとこなんです、うん、いなくなっちゃったんです外人が。ね、一頃はこの英語礼拝っていうのは30数人いたわけですね、はい、大変なもので、はい、みんなが集まるとね、はい、それがずっと続いておった。これがリーマンショックの、直前というか少し前ぐらいですね、ボン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 みんな国帰っていったんですよ、私もねある面すごくねショックを受けてましたね、なぜかなと思ってね、どうしてくれるんですか、そんな感じで、ね、考えておりましたけどね、うん、もちろん当時に感謝もしていたわけです、うん、世界の国に自分の国に帰っていきましたからね、はい、それでそんなからこんな牧師として、ね、教会の開拓をするフィリピンとかオーストラリアの働きもまた出てきたし、はい、それでこの牧師になったりね伝道者になったりする方々も、ね、出てきたので感謝はしておるんですけどもね、いずれにしろいなくなってしまったと、うん、フィリピン のローズさんもこの地震でね、名誉フィリピンの名誉領事館が東日本ホテルにあったわけですよ。だけどスポンサーの会社がね倒産かなんか弱くなっちゃって、
助けられなくなって、あのついに、ね、閉鎖したわけ。それで帰っていきますって帰っていって、ロードさんは今結婚しておりますけどもね、うん、そうなの、うん、だけどよくよく今も私もこ考えてないとね、うんうん、ここはやっぱり重要だと思いますね。ああ今回もね、家にあのユタ兄弟も2年いたんだけど、2年帰ったからね、今回の転機をしてくれて、はい、ユタ兄弟も現地のね、子供を英語で教えたりね、いろんな国行ったり、来年は日本にも、子供を連れてきたりね、いろんな刑務所行ったり、いろんなとこ行ってね、この基礎的な教会は、あの教会活動をやってるわけです、うん、基礎的な教会っていうのはね、珍しいことに会堂がないんです。だから私ども行った時はね、タウンホール、市のホールでね、大集会やってた。でそこでテレビを放映して、いろんな地域の、はい、この集会にまで放送で流してね、やっておるっていう、そういう首都教会、はい、首都的な教会、はい、その歩みっていう あり方っていうのは、パウロ牧師たちのグループと全く同じなんですね。パウロ牧師たちも街道は全然ないわけです。みんな借りてるわけですね。で次から次へと変わったりするわけですよ。また財産がないわけですよ。街道がない、宗教法人に入ってないわけですね、はい、ただ一つあるのは長崎の、はい、一つのお墓だけなの、うん、これは誰の真似しているかというと、アブラハムの真似をしているって。アブラハムの天幕生活ですね、旅から旅でしょ。このようにやったら旅人ですよ、うん、ただね、お墓だけはね、マクペラの洞穴を買って、そしてそこに自分も奥さんもみんなね、あのヤケブさんたちも入ったんでしょう、うん、それをパウロ牧師たちにも、あのグループも導かれて、まあ日本の教会ではそんなことやってるのは彼らだけですよね、うん、本当にそういう話をまとめて聞いたら、みんなね、あのおかしくなっちゃうっていうのはね、話だと思うんですけれども、現実はそうなんです、ね、はい、ということでユダ兄弟、協力者になって、ね、それでカトリン・ブラインだって、去年も、はい、この主の十字架がいた時、ね、彼らがお世話してくれたわけです。そして食事を提供した、いろんなことをしてくれました、はい、フィリピンの時も助けてくれたし、はい、またニートラス兄弟も将来このユダヤ人伝道をね、助けてくれよっていう、そういう立場にあって交わりの時を持ちました。また彼らがアメリカに行った時にも、カリフォルニア大学の教授、あの助教、今は助教授になった、はい、エリザベス・グルースターです。グルースさんね、これは、ケニア人ですよね。ケニア人夫婦が、はい、その主の十字架の集会にいつも来て励ましておいてくださったということでね、はい、そういう協力者になったなと、うん、これが盛岡の教会にいたら協力者にはなれないわけです、ね、はい、だから世界宣教の神様の働きの強力な、はい、この助け手になっておってくださるなと、ね、まあ、協力とは言いませんけど、助け手になっておってくださるなということで、はい、そういう神様の、はい、計画があるな、うん、与えるは送るよりも幸いなりと、はい、パウロが使徒行伝20章で語っておりますけども、与えるのは送るよりも幸い、この人間を与えると、うん、またパウロさんたちの教会もそうですよね。いろんなところに、はい、教会から器を、重要な教会のメンバーをポン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 派遣していくわけです。そういうことを教会がやったならば、教会は空っぽになっちゃうわけですけどもね、まあ、不思議に空っぽにならないで、あの継続して発展してやっていらっしゃるわけです、はい、ということで、はい、私たちも、はい、この与えるは受けるよりも幸いなるというこの御言葉の一端をね、いくばっかお明かしをしているんだなということで、はい、これはさらに祝福に預かるんだよということが、はい、最終的な神様の御心だと、ね、どういう収穫があるか、はい、この彼らの目的は最終的には世界のリバイバル、日本のリバイバル、世界のリバイバル、大収穫を、はい、目指しているわけです、はい、その教会に、はい、大収穫の教会にならせていただきたい、ね、大リバイバルは全ての教会がリバイバルを起こるわけじゃないんです、はい、信仰の対応をとって歩む教会を神は、はい、リバイバル大収穫に預からせてくださるということを、ね、あの知る必要があるかと思います。ということで、はい、今回の報告とさせていただきたいと思います。以上です。